全国のうなぎを愛する皆様こんにちは、山田水産の山田慎太郎です。今日は恒例になっているクボタスピアーズの別府合宿に、ここディストージグランドにやってきました。今日は特別に、インタビューもありますのでお楽しみに。それでは行ってきます。代表チームが食べたということで、それなら僕はぜひメイドインジャパンのうなぎを食べてもらいたいです。どうですか調子の方はみたいな。アスリートの食に対する意識ってやっぱ変わりましたね。タンパク質やっぱ魚から取った方がいいっていうことですよね。今季チームの仕上がりどうですか。矢野さんがお前何やってんだよ。俺の仕事取んないでくれ。そう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 。以上、矢野たけしの弟子でした。こうしてお会いできること本当に嬉しく思います。このシーズンもうなぎパワーで頑張りたいと思うのでよろしくお願いします。すごい。サイズです。はい。はい。ありがとうございます。僕は全然草ラグビーなんです。駒沢でラグビーやってまして、ずっとラグビー見てまして、久保田さん応援してますんで、今シーズンぜひ優勝に向けてうなぎパワーとサバパワーで頑張ってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。サイン入りだ。これやっぱこんなにちっちゃくなるんやな体。今日は、クボタスピアーズさんの別府合宿にお邪魔しまして、なんと立川選手に来てもらいました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕がもううなぎ供給させてもらって何年目ですかね。個人的にはもう 2、3年近くなるかと思います。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。僕はきっかけが前にもお話したんですけど、2015のワールドカップの時に南アフリカに勝ったっていうジャイアントキリングの前夜にですね、はい、なんかうなぎを食べたっていう記事を見て、はい、これはぜひちょっとメイドインジャパンのうなぎをアスリートに食べてもらおうっていう気持ちに駆られたんですけど、はい、それって立川さん実際どうだったんですか。いや、あの時は、まあ、やっぱりイギリスの食事っていうのがなかなか合わなくて、でまあ、結構体重が減ったりとかする選手もいたり、もう本当合宿も1ヶ月近くやってたので、はいはい、結構食事は厳しい部分はあったんですけど、まあ、向こうの現地の日本人の料理屋さんの方がサポートしてくれてたのはあったんですけど、やっぱなかなかこう、 うなぎとか何ですかね、牛丼とかそういうこう、はいはい、がっつり食べたいのが出てこなくて、で本当に試合の前日にうなぎが出てきた時はみんなめちゃくちゃ盛り上がりましたね。やっぱあれ本当だったんですね。本当です、本当です、はい、そうなんですよ。だからやっぱうなぎってこう僕の中で気持ちが上がるんで、はい、牛の日のに食べる食文化としてもいいんですけど、はい、これからこうビッグマッチの前にね、勝負飯として食べてもらいたいなということで、お手伝いさせてもらってるんですけど、はい、やっぱどうですか、うなぎ食べると気持ち上がりますか。上がりますね。もう本当にサポートしていただいて、まあ、知らずにうなぎが出てきた時はかなりテンション上がって、おうなぎかって感じで、はい、なります。今スピアーズだと海外の方もおられるじゃないですか、はい、マルコ・マック選手とか、はい、彼らなんかうなぎはどうです。みんな食べますね。まあ、オールブラックスのクロッティ選手とかも普通に食べますし、ほとんどの外国人は食べてると思いますね。はい、はい、今僕一番聞きたかったのが、久保田さん国でいうと何カ国の選手います。今でですね、6ですかね。6カ国。はい、去年まで韓国の選手がいたら7とか、今6から7ぐらいですね。はい、それだけこう国が違って、はい、そしてまあ社会人で当然大学も違って、いろんなこう文化とかルールとか持った人がこうやってクボタスピアーズ来るじゃないですか、はい、で立川さんキャプテンやられて7年目ですよね、はい、7年目になりました。その中でまあまあこうなんていうんですか、うん、個性の強い人が来るわけじゃないですか。 それをチームビルディングする時のこう一つ心がけてることっていうのを、僕もちょっと経営者としてその辺すごい実はそこ気になっててですね。結構そこはここ数年すごくこうチームとしても取り組んでるところで、うん、まあ、本当に結果が伴ってない時はあんまりそこをこう注目してなかった部分はあったんですけど、でもやっぱりそこって大事
な部分ですし、まあ、日本のラグビーリーグぐらいなんですよね。こんなにいろんな多様性があるチームというのは。はい、まあ、やっぱりニュージーランドだったらニュージーランド人が基本的には多いですし、オーストラリアもそうだ。日本だけなんでいろんな国の選手たちがこう来たりとかする。トンガとか、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、たくさん の国から来るので、まあ、その選手たちをしっかりとこう尊重してあげるというか、まあ、理解してあげるということもすごく大事ですし、まあ、去年で言うと、まあ、なんでラグビーしてるのかってところをこうみんなで話し合ったりとか、そういうディスカッションをして、ね、家族のためだったりとか、うん、本当にパートナーのためだったりとか、うん、っていうそういう話をこう聞くことによって、でまた自分も聞いてもらうことによって信頼関係が生まれて、うん、チームってすごくいい状態になっていくのかなっていうのは今すごく感じていますね。コミュニケーションと相手をまず受け入れるってことですね。そうですね、はい、受け入れることはすごく重要な一つのワードだと思いますね、はい。僕はなんかまあ元々ラグビーファンなんです、特にそう思うんですけど、こう今の時代に一番合ってるのがこのリーグワンの各チームだとか、はい、今の代表とかいろんな国の選手が来て、はい、そこの文化に馴染んで最後君が歌うじゃないですか試合前にね、はいはい、あれってなんかラグビーのいいとこだし一番時代に合ってるのかなっていうふうに思いますね。そうですね、まあ、そこも本当に2012年僕が代表に入った時にそこまであまり外国人とか、まあ、日本人もそうですけど、うん、君が代をこう何ですかね、こう胸張って歌うってことがあんまりなくて、まあ、それをその時キャプテンだった広瀬さんとか、まあ、菊谷さんとか五郎丸さんとかがこうしっかりみんなで歌いましょうっていうことをこう広めて、でそれを見たこうラグビーファンの子どもたちが日本代表を目指したいって思うようなチームになりたいねってところから、そうやって文化が始まってきた中で、まあ、いろんな人に知ってもらえる機会になったと思いますし、それってすごくいいですよねってよく言ってもらえるようになったので、まあ、それすごくいい働きだったとは思いますね。立川さんご存知と思うんですけど、うちも朝礼がありまして、はい、毎朝なぎしのかば焼きを歌わせてるんですね、はい、でこれも僕一緒、僕基本的に立川は全部ラグビーで、はいはい、君が歌ってみんなが一つになるようにこの歌を歌おうと、うん、はい、で僕らいろんな出身の県もあるけどやっぱ思いは一つで目標一つっていうのがあってですね、とにかく全部例えがラグビーなんでスクラムをこうやって押すとき体重が強い方、はい、重い方が勝つんじゃなくてしっかり横のつながりバインドを持ってやるとか ね、はい、あとはこうパスを激しいパスをするんじゃなくて相手がプレーしやすいようにパスするのがいいパスだから、うん、仕事もバンバンやるんじゃなくて次の人がやりやすいように仕事をしようっていう、これ社内ではラグハラって言うんですよ。そうですね、ちょっと例が全部ラグビー理解されても結構用語説明みんな勉強してます。そうですね、そこからまず大事ですけど、はい、でもいいですよね。でもなんか例えやすいんですよね、はい、ラグビーって。そうですね、でも本当に僕らが、まあ、僕はプロ選手ですけども社員も4年間やらせてもらってましたけど、まあ、振り返っても本当に社に会社社会でもすごく生きる、うん、ことが多いと思います、ラグビーは、ね、はい。やっぱりその久保田っていう会社の中にチームもあるわけですね、はい、そしたらやっぱり社員の方のやっぱりこう期待とか応援もやっぱ感じますか、やっぱり。そうですね、まあ、久保田は比較的本当に社員の方も応援してくれていますし、まあ、僕らも一つの何ですかね、ビジョンとしてプラウドビルボードっていうのがあって、まあ、社内のこう誇りの広告塔になろうということをまあ言っていて、プライドビルボード、はい、まあ、誇りの看板ですね、久保田の看板を僕ら背負ってるんだということを一つこう思いを持ってラグビーをプレーすることで、まあ、社員の人たちにもいい影響を与えて会社に還元しましょうということを、まあ、一つのビジョンに、はい、してやってきて。昔はなんかちょっと距離ありましたよね。そうなんですよ、持ってるチームと親会社っていう言葉を使 う、ね、プロ野球なんか特にそうですよね。そうですね、うん、結構そこもあって、本当フランヘッドコーチが来てからそういう話をして一つのテーマとしてビジョンとして持ってはいるんですけど、まさにノーサイドゲームの現実ですよね。そうですね、やっぱり社員の選手も行ったりはするんですけど、まあ仕事も本当にフルでできないんですけど他の部署の人にも助けてもらってはいますし、そこでこうやっぱり、まあ、あいつらはラグビーだけやっとけばいいっていうような環境も昔はあったんで、まあ、そういうところは本当になくなってきましたね。今試合明日ゲームじゃないですか、はい、で僕もフルマラソンやってるんで、はい、こうレースに合わせて食事ってやってるんですよ、はい、でカーボローディング前日に、そうですね、はい、ラグビーの場合って前日ってどういうふうな、まあ、前日当日っていうのはやはりカーボ、その炭水化物消化のいいものを
食べるってことが基本にはなってはいると思いますけど、うん、まあ個人的にはすごくお肉食べる選手とかもいますけども、うん、まあでも僕もそうですけど、基本的にはそういうところはしっかりと、はい、炭水化物糖質入れるんですね。はい、糖質をしっかり入れて、まあ別に全あの体重制限がないので、はいはい、あのそこまで厳しいあの食事制限というのはないんですけど、まあでも試合そうですね、前日前当日っていうのはカーボローディングしますね。はい、立川さんも結構食事でこのポイント2つぐらい気をつけてるっていうのはあります？僕気をつけてるのはあのやっぱり1日のあんまり1回1回の食事量多くないので、こう1回1回の食事のタイミングとか、まあ、例えば朝抜いてお昼どか食いするとか、そういうのはもうちょっとやめるようにしっかり、はい、バランスよく食べるっていうのと、そうですね、そこが一番のポイントで、それをしっかりとするようになってからは本当にパフォーマンスも安定してきましたし、まあ、食事っていうのは本当にそういうパフォーマンスにつながってるっていうのは感じるようになりましたね。はい、なんか食に対するアスリート、特に僕ラグビーの方意識高くなって、はい、昔は、まあ、僕らもそうでしたけど、牛丼3杯とか、そうですね、あんまりそういう選手いなくなりましたよね。はい、今本当減りましたね。あともうお酒とかもやっぱり僕が本当若い頃は練習終わったら飲みに行く、一気世代、そうです、試合終わったら飲みに行く、はい、もうなんならロッカーで飲んでるぐらいのぐらいです。今はやっぱりちょっと変わってできましたね。アスリートとアルコールの距離ができましたね。本当に出てきたと思います。あんとみんながこうプロ意識を持って自分の食べるものをこう責任を持ってやってるような感じがしますね。僕なんとなくそういう管理面とトレーニング技術だって、選手のこう活躍する年代がなんか昔大学ラグビーでやった人が勢いで社会人でバッて言ってたのが、逆に大学で活躍した人がちょっと社会人で花開くまでこう時間ありますよね。そうですね、まあ、本当に即戦力としてすぐ出る選手は少ないかもしれないですね。ですよ、はい、で大体立川さん今30、僕33の年ですね。ですよね、はい、このくらいがなんかいろいろこう知識と技術があってやられてる世代が増えましたね。まあ、ポジションにもよるとは思うんですけど、経験がすごく重要になってきたりとか、まあ、あとは選手寿命も長くなってるので、長くなりましたね、はい、まあ、これスポーツ界全体ですよね。そうですね、本当33、35っていうともう本当すごいベテランでしたけども、今は38とか37あたりの選手もまだまだいるので、本当伸びてると思いますね。そうしてみると僕ら経営者の世界は、はい、そこに意識がない人とある人が違って、はい、逆に短くなってる気がするんですよ。短くなってますか？あの時代についていけない人と、はい、ついていける人と、で僕はよく経営者なのになんでそんなに管理するのとか、はい、トレーニングするのって言うんですけど、はい、逆にこれがあることによって自分のこういろんな視野が広がって、うんうん、スキルが高くなる気がしますよね。でもなんかイメージ的にですけど、こうなんかこうふくよかな人が、滑覆がいいっていう言葉があります、はい、減りましたよね。減りました。やっぱりしっかりこうそういう会社も続かなくなってる。そうですよね。そうです、しっかりトレーニングされて食事管理されてる方がこう多くなったイメージはありますね。もうこう二日酔いでバーって飲んで、はい、クラブで飲んで二日酔いでいる社長の会社は伸びないですよね。そうですね、なんかそんなイメージはありますね。そうそう、まあ、僕はちょっと筋トレしすぎって言われますけど。そうです、いや僕らよりもしてると思いますよ。ありがとうございます。もう立川さんのいいねが僕の励みになってるんで。いやすごいメニューこなしてるなと思って。代表戦近づくとなぜか体仕上がる。いやめちゃくちゃ走すごい走ってると思って。そうなんです。はい、加藤さん大学の先輩ですから、大学時代あれぐらいやれよってよく言われます。いや本当に僕らよりもすごくストイックにやられてるなと思います、ね、なんかねアスリートに対して僕リスペクトなんで、お会いする前にちょっと体張りを持たないと立川さんに申し訳ないなと。そうそう、いや日頃あんだけ鍛えてたらすごい。いやだからやっぱもう同じ気持ちで見てるんで、はい、なんか疲れるんですよ。そうですね、試合見るとそうトニー・ブラウン並み指示だった。そこまで。そこまで。もう次ハンチングかぶろうかなって思ってます。いや今年どうですか仕上がりは。今年そうですね、プレシーズンもあの順調に来ていて、まあ、あとプレシーズンは明日の試合含めて3試合になってくるんですけど、うん、まあ、代表で抜けてる選手もいるんですけど、もう本当に順調にあの仕上がってると思います。やっぱワールドカップイヤーのねリーグワンなんで結構みんなバチバチ、はい、そうですね、いい感じできますよ、ね、あとはもう日本人が今久保田の中でもどんどん伸びてるので、うん、まあ、去年、まあ、コロナとか怪我人の影響でなかなかベストメンバー組めなかったんですけど、うん、そこで若い日本人がどんどん試合に出て、
まあ、自信もつけたので、うん、今年のプレシーズン見てても本当にこういい活躍しているのが見受けられて、うん、チーム内の競争っていうのもあるのですごくいい状態です。そうですね。はい、2年前ですかね、すごく惜しかったの、なんか直前の前の準決かなんかで、はいはいはい、あの誰かがレッドもらって、はい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 、ね、準々決勝で、はい、ホーリーホーリーホーリー、はい、あれが未だに僕は納得いってあれで、ね、あれなかったら勝ってましたね。そうですね、なかなか、まあ、今この厳しいんでルールが厳しい、あの上に行く首より上っていうのはかなり厳しくなってるので、そうですよね、今危険性はかなりあのルール上で守られてはいるんですけど、そうですね、そこも回していかないと、でもなんか、はい、ワールドカップイヤーだし、ぜひ今年はそうですね、あのうなぎいつもの倍出します。あの言ってください、アゴールブラックスになくて久保田にあるものうなぎだっていう、いやいや間違いないです、本当にありがとうございます。じゃあありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ今日がっつり久保田スピアーズの合宿に、来てました。いいですね、ブレイブロッサム、まあ、今回も選ばれなかったんで次のワールドカップ選ばれるように僕もトレーニングしたいと思います。ぜひ今シーズンスピアーズ優勝するように応援していきたいと思います。僕も12月来週が青島太平洋マラソンなんで頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。